リーグオブレジェンドチャンピオンスポットライト、孤高の芸術家陣編へようこそ。笑みの裏には歪んだ殺人鬼。仁は単なる殺しに興味はない。死こそ人生最高の瞬間と考え、その一つ一つをどこまでも劇的にする。長距離射撃を得意とする仁は、その銃の攻撃で敵を戦慄させるマークスマンだ。では2つの要素を持つパッシブ固有スキルから紹介しよう。陣の銃は最大4つの装弾数を持つ。4発目で必ずクリティカルが発生し、対象の失った体力に比例する追加物理ダメージが付与される。装弾数が0になるか、攻撃をしないまま数秒経過するとリロード動作を行う。次に攻撃速度の増加、クリティカル率は全て攻撃力に変換される。通常よりクリティカルダメージは減少するが、その代わり発生すると移動速度が増加する。陣の攻撃速度は一定のままだが、攻撃ごとのダメージは増加し、クリティカルで移動速度も増加するので、引き打ち、回答、チェイスがしやすくなる。続いては9、グレネードを投げバウンドして当たった最大4人までの対象に物理ダメージを与える。グレネードが対象をキルした場合、次に跳ねる敵へのダメージが増加する。増加したダメージはスタックするので、1から3発目まで連続でキルを取った場合、4発目では大量のダメージを敵に与えることができる。リロード中でも敵にダメージを与えるため、また体力の低いミニオンの近くにいる敵チャンピオンにダメージを与えるためにも Q を使おう。お次は W、 自動効果としては陣の通常攻撃 E、 または味方チャンピオンから攻撃を受けた敵チャンピオンにマークを付与する。発動すると指定した方向に敵チャンピオン以外を貫通する長距離射撃を行い、命中した全ての敵ユニットに物理ダメージを与える。マークが付与されている敵チャンピオンに命中した場合はスネア効果を付与し、固有スキルの移動速度増加が発動する。もうご存じの通り、陣は長距離射撃が大得意。 W のスネアを生かし、味方を危険から救ったり、また狙った敵を釘付けにして味方の活躍にも一役買うことができるぞ。では E、 発動効果から、トラップを指定した位置に設置。しばらくすると敵から見えなくなり準備が完了する。敵ユニットが通過すると発動。対象の視界を終えてさらに数秒間スロー効果を付与するゾーンが生成される。ゾーンの爆発と同時に中にいる全ての敵ユニットに魔法ダメージを与える。トラップは同時に2つまで設置することができ、数分後に消滅する。 E には自動効果もある。ジンが敵チャンピオンを倒すと、その足元に E のトラップが設置され即座に発動する。ギャンクから生き残るために E のトラップで敵ジャングラーの行く手を阻み、時間を稼ごう。でも敵の動きにはご注意を。トラップが役立つのは状況の把握があってこそと心得よう。最後は R、アルティメットスキルだ。発動するとまず広範囲に狙いを定める。次の発動で敵チャンピオン以外を貫通する弾丸を最大4回まで発射。それぞれの弾丸は視界を得る効果を持っている。そして
命中した敵チャンピオンにはスロー効果と対象の失った体力に比例して増加する物理ダメージを与える。なお最後の4発目で必ずクリティカルが発生するぞ。敵チャンピオンが範囲の外へ逃げた場合、 R を解除すれば発射されなかった弾丸一発ごとに R のクールダウンが一部解消される。キルを狙うなら R は非常に有効だ。だが味方のキルを援護するためにスロー効果を付与する目的で発動するのも悪くない。でもジンはマークスマン、大量のゴールドが必要だ。キルスティールも忘れずに。スタン、スネアなどを持つサポートと組めばジンはレーン戦で猛威を振るう。スネア効果が切れる直前に W を命中させて、さらに敵を釘付けに。簡単ではないが成功すれば効果は絶大。弾丸は最大4発となれば、攻撃する敵は慎重に選びたい。ジン以外のマークスマンであれば問題はないが、ジンにはもう弾丸が残っていない。わずかな体力のカリスタにとどめを刺せないまま撤退だ。 W と R は長距離射程スキルなので、離れた場所から一方的に攻撃が可能。ここでのジンはドラゴンピットの裏から攻撃する作戦だ。 R の4発目をジンクスに命中させて素早く先頭へ。敵と戦いながらキル必死の4発目でジンクスにとどめを刺す。敵から逃げるときは逃げ道に E のトラップを設置しよう。敵がトラップを踏んだら W でスネア効果を付与。無事脱出成功だ。か弱い味方や自分を守るには敵のフロントラインへのスネア効果が役に立つ。敵の集団には E のトラップを有効活用して一気にダメージを与えよう。トリプルキルをゲットだ。ジンには離れた場所からチームへ勝利をもたらす術がある。敵のアリスターがナーを打ち上げようとするが、あえなく失敗。味方が反撃しアリスターにマークが付与。そこにジンがスネア効果を与える。 R でダメージとスロー効果を与えたおかげで、あのアリスターでさえも芸術に昇華だ。チャンピオンスポットライト、ジン編をご覧いただきありがとうございます。次回もお楽しみに。